吉田さん、塾の経営者として議会でもご活躍中ということなんですけれども、実際自分の会社を経営しながらなってみて、具体的にどういった点がその役に立てているかなとか、こう経験が生きているかなとか、その具体的な点ですね、ぜひもしあれば教えていただきたいと思うんですけども。はい、はい、ありがとうございます、はい。まあ、経営していて役に立つ面って、まあ、直接はやっぱりそういう、まあ、マネージメントとかって言っても、うん、僕は結局一人でほとんど活動してるんで、はい、あんまり正直関係ないですよね、うん。一番やっぱり大きな良かったなって思うのはやっぱり分かるっていうのが、うん、一番かなと思っていて、例えば私は、まあ、教育やっていたので、さっき申し上げた通りこの教育これが良くないと、こうしたらもっと区民の、まあ、特に今回だと子供のためになるっていうの分かりますし、あと、まあ、僕も零細企業経営しているので、うん、まあ、行政の中小企業零細企業の支援の方策だったりするのも、まあ、実感として、いや、これここの施策はこうあってほしい、この方が多くの方が使いやすくて助かるんじゃないかっていうのがすごい実感としてわかる。なるほど。のでそれは一つ僕はすごい大きなことだなと思って、まあ、当事者っていうことですね、当事者っていうのが大きいですね。あと私吉田さんから聞いて、おなるほどなと思ったのが、その塾に実際に来ている子どもたちを見ていて、その子どもたちがそのに対象に実際その行政が今提供しているサービスっていうのが不十分だとかっていうね、すごくこうもう現場を見ているから、その政策提言にも非常に説得力が増してきますよね。そうですね、本当にこの現場を見て、しかも今も僕はリアルタイムで見ているね。すごい今の教育現場も移り変わっていきますけ言ってますけれども、うんうん、それもリアルタイムで見ていって、まあ、現場の子どもの声を、まあ、リアルでもらって、保護者の方の声もリアルでもらって、うんうん、私のまあ教育、まあまあ、指導者としての立場からもこうの方がいいんじゃないかというのをしっかり織り交ぜて政策提言できるっていうのは、うん、まあ、自分の強みになりますし、まさにそれが多くのそれこそ子どもの声とか保護者の声ってなかなか行政の施策に届かないと思うんですけれども、はい、まあ、それを届けることができる、うん、まあ、なんか、まあ、オンリーワンの存在になれているのかなと、まあ、思ってはおります。なるほどね。まあ、ちょっと質問の角度を変えて、お話ししていきたいんですけれども、今実際その兼業をされている中で、これはやっぱ大変なんですか、どうですかその実際。うん、はい、ありがとうございます、はい。まあ、実際、割と大変ではありますね。議員ってあんまり仕事ないんですよ。確定してる仕事ってあんまりなくて、まあ、維新も結構前から言ってることではあるんですけど、はい、会議とか出ないといけない会議とかも、まあ、年間、まあ、せいぜい90日、うんうん、もうないか、60日ぐらいかな、とかしかなくて、例えば今日の僕午前中もちょっと会議あったんですけれども、まあ、それも1時間ちょっとぐらいで終わったので、うん、まあ、今ここに来れているんですけれども、で、まあ、そもそも出なきゃいけない日数が少ないっていうのがあって、うん、まあ、それもあって僕塾やりながら議員もできるんじゃないかって思ってたんですね、うん。そういう情報ネットとかにも書いてあるんで、ただ実際やってみるとやっぱりその会議だけじゃなくて、まあ、区民の方からいろんな相談をもらったりとか、で結構時間も取りますし、でまたそのもらったやつをもらったご相談とかを自分の政策に落とし込んだり、まあ、議会での質問とかに落とし込んだりするのに、うん、まあ、それ作んないとダメですね。で自分でも結構調べないとダメですし、うん、割とそういう見えないところで、表に出ていかないところで結構時間は取られるなっていうのが、まあ、実感ではあります、うん。でまあ、さらに政党とか入っていたら政党の、ね、用事とかも入ってきますし、うん、党務もありますから。そうですね、それなりにやっぱり時間は取られるなと思います、ね。で塾の方は、まあ、今は全然他の人に基本的には任せて、まあ、できるだけ
まあ、僕の時間を空けれるようにはしているんですけれども、うんまあ、とはいえ多少なりともやらないといけないことは発生するので、うん、あのそうしてくるとなかなか時間の調整とかはあの難しいところがあるなっていうのは実際あります。なるほど、不可能ではないと思います、うん、兼業してる方も多いですし、うん、あの不可能ではないんですけど、あのまあ、もうちょっと兼業し、僕は兼業しながら議員やるってことはすごい賛成で、うん、僕そういう人増えてほしいなとは思うんですよ、うんうんうん、やっぱこれは自分の経験から、まあ、実感としてあの今 の, あのそう世の中とかあの行政とかを見ながらそれをちゃんと議員の立場で伝えられるっていうのは、うんうん、やっぱり兼業しながらじゃないと最新の情報入ってこないので、うんうんうん、もっとそういう兼業しながら議員活動っていうのが、まあ、やりやすいような世の中になってほしいなとは、まあ、思いますね。なるほど、まあどっちも大変な仕事ですけれども、うん、なんとか合間を縫って今吉田さんやられてるし、まあ、その相乗効果もねあるっていうことですよね。その自分で事業やってる経験っていうものが、ね、うん、議会活動にも生きてくる、逆も確かにということで、で、吉田さん、今日このチャンネルをご覧になっている方々の中にはですね、実際に地域でビジネスを営まれている方々もね、まあいると思うんですよ。そうした方々にぜひともですね、この議員いいよっていうこのメッセージをちょっと、うん、はい、お伝えいただければと思うんですけど。わかりました、はい、あのまあこのチャンネルをご覧になっている、特に地域で、まあ、自分の事業だったりとか、まあ、ビジネスだったり、まあ、コミュニティとか作られてる方でもいいと思うんですけれども、まあ、そういう方だと、まあ、やっぱり地域に根付いているので、すごい行政の施策、特に昨今だとコロナ禍とかで補助金関係とかもあって、まあ、これおかしいんじゃないかって思う割れてる方がすごい多いと思うんですよね、うん、まあ、そういう方は本当にぜひねチャレンジしてほしいなとは僕は思うんですよ、うん、あのやっぱり僕はもともと議員になるときに、あのそんな当選したいとまでは思っていなくて、自分が持ってるこのモヤモヤ感だったりとか、うん、行政の良くないと思っているところをちゃんと世の中の人に伝えたいなと。なるほど。言いたいなみたいな。言いたいなと。PR していきたいなと。言わせろと。おかしいよと。いうことをなんか言っていきたいなっていうのがあって、まあ、確かに今だったら YouTube とかもありますから、 YouTube とかでこれおかしいっていうふうに言ってもいいと思うんですけど、まあ、そうすると、まあ、多分方法的には世論を動かすっていう方法になって、まあ、なかなかあのそれが当たるかどうかって結構大変なことだと思うんですね。それはそれで一つの方法だと思うんですけど、まあ、議員になることでそれをしっかりと議会の場で、まあ、区長とか、まあ、首長とかあのこの行政機関の執行部に伝えることができて、公式な発言として残っていくので、あのよりそっちもそういう方法もあるよというふうには僕は伝えたいなと思います。だからあの主張したいことがある人はぜひ選挙に出ても見ていただいて、街角で多くの人に皆さんのご意見を伝えていただいて、で、まあ、賛同する方が多ければ多いほど当選しやすくなるっていうことだと思うので、まあ、ぜひあのこれトライしていただきたいなと思います。であとあのすいません、うん、あの身近であのローカルなビジネスとか、あと、まあ、そういう団体とかをやっていると、まあ、結構選挙はあのかなり有利だと僕は、まあ、思います。まあ、僕も実感としてあります。例えば僕だとあの北区選出の、まあ、北区の選出というか北区の区議会議員なんですけど、実際僕北区に住んでるのって7年間ぐらいで、塾始めてから移り住んで、そこからなんで、まあ、選挙の時点でも、まあ、4、5年ぐらいしか北区に住んでなくて、全然地元でも、まあ、ないといえばないですけれども、あの、まあ、こうして僕当選させていただいています。でやっぱりそれの多くの理由はもともと事業とかをしていて、その知り合いとかもある程度いたっていうのも大きいですし、やっぱ知り合いがいるとそこからその知り合いの方が紹介してくださったりして、はいはいはい、まあ、地方議会選挙とかだと、まあ、あの場所にもよりますけど、僕のところだったら2000何百票とかが当落ラインだったんで、その人数ぐらいの知り合いは結構できたりするもの。ビジネスをしてるだけで地盤がちょっとできてくるってことですか。あ、そうだと思いますね。あのちゃんとビジネスをあの誠心誠意、あの正直にやっていれば、やっぱそれは信用、その人の信用につながりますから、その人が何かやろうっていう時に、じゃあまあそれはまあ応援してやろうっていうふうにはなるとは、まあ思いますね。なるほど。僕あの結構あの選挙の時に1回だけ馬場幹事長が応援に来てくださって、
その時の言葉も僕ちょっと忘れられない言葉なんですけど、はい、僕あの街頭演説とかしてる時に結構チャリンコでピーってなんかヤンキーのママみたいな人が通りかかるんですよ。そしたらおって振り向いて止まって先生頑張ってみたいな感じで行ってピーってなんかどっか行くみたいな、いいですね、シーンが何回かあって、まあ、生徒の保護者さんなんですけれども、やっぱそういうのを馬場幹事長見ていて、ああいう人は通るよみたいな、いうふうにやっぱ街とかにいて知り合いがやっぱいる、いて気づいてくれる、しかもその人が声をかけてくれるっていうような、あの、まあ、地域からどういうふうに思われてるかっていうのの、あの代名詞にもなりますし、やっぱそれを見ている他の区民の方も、あの人って結構知り合い多くて、こうなんかね、好感持って接してられてるんだなっていうふうに思っていただけるんで、やっぱそういう人はなんかいいらしいですね。で、馬場幹事長にそういうふうに言われて、あ、受かるんだと思って嬉しかったですね。はい、ということで、まあ、ローカルなビジネスだったり、まあ、あのコミュニティやってる方は、まあ、ぜひあのそういう皆様の経験は絶対あの主張していけば同じように思ってる方多いと思うんで、本当にこの地域のために絶対なると思うので、ぜひ主張していただきたい。そのためにぜひ選挙っていう手段を一個考えてみてもいいのかなと思います。はい、っていう感じで簡単にまとめました。いや、ありがとうございます、吉田さん。ね、もう吉田さんのこれまでの歩みと、このね、地域でずっとね、ビジネス根付いてビジネスをしてきたからこそ、今議員として、ご活躍であることもよく分かった、そんなお話だったかなと思います。で、皆さん、維新塾 in 東京2 第2回目ということで1月の15日から開校しますので、第1回の募集の締め切りはもうね、過ぎてしまったんですけれども、この前日まではね、前日までかしわからないんですけれども、まだまだ募集中ですので、もうね、100人近くまで集まってきておりますけれども、ローカルで地域に根付いてビジネスをやっていてですね、ちょっと政治興味ある、ね、もう少し、ね、街を変えていきたい、こんな思いを持っている方、ぜひとも塾にご参加ください。お待ちしてます。ではチャンネル登録お願いします。ありがとうございます。はい、ではまたお会いしましょう。日本維新の会。